クリプテグラフック API は Microsoft Windows オペレーティングシステムの API の一つであり、Windows での暗号を使ったセキュアなアプリケーション開発のためのサービスを提供する。一種の抽象化レイヤーを提供する一連のダイナミックリンクライブラリーで構成され、データの暗号化を行うコードをアプリケーションから分離する。クリプトップは公開鍵暗号と 共通鍵暗号をサポートしている。データの暗号化、複合機能、公開鍵証明書を使った認証機能を含む。また、暗号論的二次乱数生成器関数、クリプテジョンランダムも含まれる。クリプトプはマシン上にインストールされた CSP、クリプテグラフックサービスプロバイダーを使って動作する。CSP は実際のデータの暗号化、複合を行うモジュールである。 Windows Vista では、クリプトップがクリプターグロ r a p API Next Generation に更新された。使える暗号化アルゴリズムが増え、アメリカ国家安全保障局、s イー e b の一部の新しいアルゴリズムを含んでいる。また、プラグイン形式で独自暗号 API を追加できる、柔軟性を備えている。CNG は、 カーネルモードでもユーザーモードでも動作し、従来のクリプトップでの全アルゴリズムをサポートしている。CNG を実装したマイクロソフト製プロバイダーはブクリプト DLL にある。CNG は RSA よりも短い鍵でセキュアな大円曲線暗号もサポートしている。CNG API はベーススマートカードクリプテグラフックサービスプロバイダーモジュールを使うことで、 IC カード用の API も提供する。ありがとうございます。